え、じゃあなんでそこに展示してあるんですかって、じゃあなんでそこに置いてるんですか、え、在庫ないものは陳列しないでくださいってすごく思ったんですけど、はい、いいですよって。そう、そうでもお母さんに言ったら、お母さんに言ったら、なんかそうやって新作だからアピールするために置いてたんじゃないみたいな、うん、そう、でもね、欲しかった、うん、でも陳列なんかさ、昔プレイステーション5が全然買えなくて、その時もあったって、やっと売ってるって思って持ってってレジ並んだので、こうやってパッて出したら、あ、すいませんなくてみたいな、すいませんプレイステーション5今売り切れでして、え、じゃあなんでそこに置いてあるんだろうと思って、え、でも置いてありましたって、私はその時そう同じ手口だったんですけど、え、でも置いてありましたって言ったら、でもないんですって言われて、じゃあ置かないでって、だって並んだのめっちゃレジ高並んでて、そう、え、そういう手口なのかな、なんか電気屋さんそう、そういう手口、一部量販店はそういうことやるのよって。え、でもないんだったらね、ないでね、レジ並ぶ時間とか削減ね、あるから、電気屋で働いてたけど在庫ないの置かないのがデフォ、うん、そうだからね、その時めっちゃすごい悲しくて、でもお兄ちゃんが持ってきてくれて、プレステ5、その時は、で今日もクレームだって、クレームではないんですけど、まあ、クレームなのかもしれないけど、そう、なんでだろうってそう思っちゃう。だってね、置いてたらさ、あったって思ってすごい嬉しくてさ、レジに持ってってさ、ないって言われて、うん、そう、今日もいや、そのヘッドフォン欲しいなって思って、うん、縁がなかったということかもね。だって、いやいやいや、店に置いてあるものは買えると思うじゃん。だから皆さんも気をつけてください。あと昨日月見バーガー食べたら卵の殻入ってました。そう、私卵が苦手なんですけど、なんか流行ってるから食べようって思ってお母さんが買ってきてくれて、チーズ月見にしたんですよ。月見だったら本当嫌いだから、卵、チーズ好きだから、まあプライマイゼロかなって思って、そう、それでチーズ月見食べてたらめちゃジャリジャリしてね、え、何って思って見たら卵の殻でした。めっちゃ、うん、悲しかった。だからもっと卵が苦手になりました、もうそう、マックでバイトしてたけど殻は必ずチェックします、すいませんいいえ、いいですよ、うん、
そう、悲しかった、めっちゃ。もうきっと大丈夫だね。そうね、もう食べることないから大丈夫。月見パイも、私あんこが苦手だから、そう、月見パイも食べません。ショールーム始めました。変色加算ですね。だって違うの、本当に私あんことゆで卵がいつも嫌いな食べ物の2つなんですよ。それがちょうどお月見の時期にメインなわけだから、そう、偏食というか、そう、嫌いな食べ物の祭りなの。そう、そもそもん、カチカチの卵ってのがな、だってカチカチの卵って何？チカチやぞ。大好きな食べ物は美味しいものです。シャインマスカット食べてる。シャインマスカットは冷蔵庫にあります今。黒蜜きな粉めっちゃ好き。黒蜜きな粉めっちゃ好き。美味しい、あれ。黒蜜ときな粉はね、組み合わせ神なんよ。シャインマスカットうちにもあるけど俺には出てこない。自分で奪いに行くんですよ、シャインマスカットは。NHK でやってた全ウルトラマン大投票見た？カミーラ95位だったよ。ね、私の演じる、15日からシアター千住で演じるカミーラという役が、ウルトラマン大投票95位でした、うん、イエーイ、やったーって思ってたらさ、なんか次の日に
そう、私のキャラクターだけランクインしてるって思ったら次の日にさ、メインキャラクターみんななんか一桁台とか10位台とかで呼ばれてて、ウケる。うん、メインキャスト5人での動画上がってたね。だってあら、本当ですか。ぜひ見てください皆さん。メインキャスト E プラスさんの YouTube かな、見ました。だってお嬉しい。あ、本当だ。昨日撮ったんですけど、ぜひ気合い入ってた。そう、なんかすごい数字取れるからみたいな、数字やっぱお代理ちゃんは数字取れるから真ん中の方に来なよって言われたけど、いやいやって、いやいやいや皆様の方が、だってカミーラ95位ですし、皆様だって2位とか10位とかって、そう、私95位なんでってやっぱ AKB だからさみたいな、いやって端っこでって、あ95位なんで、はい、これはキャラクターの人気投票です。うん、カミーラのアクスタあるの？え、ないんじゃない？舞台楽しみですね。だってね、楽しみ。書くな書くな、他のキャラクターの順位書くな。ベリアル6位、イービルティが17位書くなって書くなっておい、人気面の順位書くな。カミーラ95位、書くなって書くなよ書くな。うん、伸びしろはあるはずだって。でもカミーラそんなにね、なんか登場してこないキャラクターらしいから、95位でもまあ検討してますね。ちょっと充電で止まっちゃった一回。
半目で止まるのやめてもらっていいですか、だって。いやいや、すいません。あいみょんのコンサート行ったんだねって。え、行ってないんですけど誰、誰と間違えてる誰、何の情報、マジ楽しかった、だって。いや、行ってない行ってない行ってないです、本当ガチで行ってない。うん、ね、目撃情報ありました、行ってないですマジで。1.02 秒ぐらいでバッチリ映ってるよ、だってやばすぎ。ドッペルゲンガーいいな、羨ましい、だって。いや、言ってないマジで言ってない、本当に言ってない、うん、本当に言ってないマジで。言ってたよ、言ってない武道館どうだった、だって言ってないんよ、言ってないよ、言ってたよって何え、怖い怖い、うん、グッズ何買った、だって言ってないよ、言ってないよ。生あいみょんどうだった、言ってないから分かんない、言ってない。ピックもらえたって言ってないから、もらえてないマジでうん。カミングアウトできない理由ってあるの？いやいやいや、秘密とかじゃない、秘密にしなきゃいけないとかでじゃない、もう言ってない、うん、言ってないよマジでマジで言ってないよ。いつですか、逆にいつあったんですかね言ってないよマジで。誰と言ったの、バレてるぞ、だって。言ってないし、誰とも言ってないマジで。うん、正直者だから言ってないよね。いやマジで言ってないよ。なんで？どういうこと？怖い怖い。本当に言ってない。だって目泳いでないでしょ。目泳いでても目泳いでても本当のこと言えるし、言うし、目泳いでなくても本当のこと言うけど、ね。おだりちゃんが生きてるうちに知りたいこの世界の謎は、はてな、ゴリラちょっと絵文字の癖。おだりちゃんが生きてるうちに知りたいこの世界の謎は、はてな、ゴリラいやいや絵文字の癖。え、なんでゴリラ、しかもオラウータンだったオラウータンだった、間違えた。ゴリラは黒だけど、オラウータンはハヤシライスみたいな色のゴリラ的な形のやつか。オラウタンだった。うん。てかオラウタンの絵文字めっちゃハヤシライスみたいな色してるわ。うん。ね。ね。
でめっちゃハヤシライスみたいな色してない？で何でしたっけ質問。何聞かれてたかなマジで。ハヤシライスに取られた。あいみょんのライブ行ってた？あ、行ってないよ。あ、この世界の謎？オーロラみたい。謎じゃないだってごめんなさい。あ、じゃあ宇宙人は本当にいるのか、いるかもだって。宇宙人見たことないけど UFO ならある。おお、え、でも宇宙は広いからさ、何があるか分かんないから多分いると思うんですけど、だから見たって言ってる人本当の宇宙人なのかなって。そう、宇宙広いから何があってもおかしくないから、宇宙人は本当にいると思う。会ってから物を言おうねだって。いや、怖い怖い怖い。過激派。見てねえものはねえよって。ってことかな。アメリカではさらわれた、何人か埋め込まれたって証言する人もいる。え、怖。宇宙人そんな悪なんですか。 UFO はパイロットも目撃例もかなりあるんやけど。関西弁。 UFO を見たって報告するとパイロットを降ろされるらしい。え、本当に怖くない？なんで呪い的な。焼きそばしか見たことない。いやいやいや、別すぎでしょ。焼きそばしか見たことない。逆に何、焼きそば、え、チャーハンとか見たことないの？どういうこと、わかんない、わかりません。怖い、人って怖い。人が一番怖い。人間が一番謎。あ、そういうこと、 UFO 違いね。なるほどね。ごめん、理解できなくてバカで、ごめん、ツッコミ違いしたわ。まだまだだ、やばい。生放送、もし生放送でこれのこんなツッコミしたらツイッターでバカ叩かれる。うん、ネタをちゃんと理解してね。すいません。ツッコミ練習しようね。すいません、そんなんじゃ立派な芸人になれないよ。そんなことじゃ芸人になれないよだって。いやいや、待って、芸人志望じゃない。ボケが悪いよだって。やばい、信者。私の信者おる。うん、
宇宙人のハーフなら結構いるらしい。だって、え、聞いたことない。でも結構いるって言っても私の周りでそれ聞いたことない。エリかわいいだって、ありがとう。お代理はどこの星から来たんだっけ。梅干し、ちょっと笑ってしまった。だってやったぜ、つまんないだって。おい、まだまだ暑いから塩分補給大事だ。それな、大事。うん、梅干し食べれる。食べれるよ、梅干し大好き。 YouTube のとちテレ公式アーカイブでのジャズを歌うのを見てファンになりました。嬉しい、ありがとうございます。嬉しいな。たまにライブとかするのでぜひ来てください。今日も可愛いね、ありがとう。スプラやってるよ、めっちゃやってる。でも全然勝てない。クリスマスもあとわずか。それな、楽しみすぎる。おでんちゃんとスプラ当たりてーだって。え、なんかさ、スプラトゥーンさ、広場みたいなところでさ、いろんなキャラクター、いろんな人のさキャラクターが立っててさ、なんか何々さんみたいな名前とか見れんじゃん。すごい YouTuber の有名な方とかさ出てきて嬉しかった。イラスト描いてない。3が日本だけで3日で300万以上。え、やば。さやりんがさ YouTube、 あ、 YouTube じゃない、あのスイッチ友達だからさ、広場ってかなんか出てきた、私のところに。さやりんが、
インで対戦できます。皆さんぜひ当たったらよろしくお願いします。ではじゃあ本日の配信はこれで終わろうかな。皆さん配信見てくれてありがとう。明日か15日から舞台楽しみにしててください。あと3日、やばい。ではおランキング読みます。いきます。13位イズミ、12位トッサン、あとおだし、11位ティアナ、10位ロッピー、9位ヒノト、8位筋肉愛好家、7位ハードな岩、あとおだし、6位ウッシー、5位わたあめ、4位直樹、3位くるりん、2位マーアートおだし、そして1位はみやちゃん、ありがとう。では皆さん本日の配信見てくれてありがとう。また明日、バイバイ。